でも人形でも引っ越した先そこなんですよ。はって後で気が付いて。そうっすよね。不思議。え？大サベージ。サベージ。またサベージや。うん。百花。はい。何これ？もう説明して。何が？今の全部意味あると思うなよ。カズさん言われますよ、うん。全部意味あると思うなよって。これ僕計4回目ってことになる？カツラさん出ていただいたのは。4ですね、これでね。4回目、カズラ正和さんです。普段同じだから、多分あの時と同じ日だけどね。はい、そうですね、うん、今日はだからカツラさんが、はい、あの会談してくれる。そうそうそう。おこの前ついこの前聞いたばっかり。マジっすか。だから前々回もあれですかね、鳥山さんとの話しましたからね。鳥山明さんとのね。そう、でもあれだよね、なかなかあの鳥山さんの名前使ってるの全然みんな見てくんないよね。そう、あ、ほんまやね、うん、言われてみたら何なんだろうね、まあ、階段のイメージないんかな。やっぱ下駄さんが邪魔してるからね。せやん、マジでめっちゃ邪魔してんな、それやったら。めっちゃ邪魔してるんだ。あ、そう。ちょっと桂さん、じゃあ階段最近のやつ聞かせて。階段っていうよりかこれね、結果を、うん、言ってしまうと階段ではなかったんだけど、うん、あれでもよくよく考えたらあれっていう話なんですけど。あ、まあ、不思議な話、はい、不思議な話です。多くの知り合い の俳優さんがロケ地のロケ地終わりで夜、うんうん、一人で民宿に泊まったんですよ、はい、古い民宿に一人で、はい、誰もスタッフも、うん、スタッフはみんなバカロみたいな雑魚寝で、うん、一応俳優さんなんで特別に民宿取ってくれたんだけど、うん、すんごい古いところだったらしくて、うん、で狭くて、でテレビポンとあるだけで、うん、でまあ明日早かったんで、もうすぐ寝ようと思って、うん、寝たんですって。何もシャワー浴びてすぐ、うん、でご飯が弁当がボンとテーブルにあったんです。それ食べてその寝てしまおうと寝たら、うんうんうん、水道がポト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 と流れたらしいの、うんうん、急に流れたなと思って、うんうんうん、ちょっと気持ち悪いって思いながらも、うん、起きてこう閉めた、うんうん、でまた寝たんですよ、はい、で、ああこれで寝れそうかなって時に今度ね、ザーってこんな感じ。そんなはっきり、そんなこれぐらいのいい感じで出たらしいんですよ。さっきのちょろちょろはね、うん、なんかあるかなって思う。まあまあたまにね、あるっちゃう。これはないよ、ないよ、まだね、ってなったから、うん、その子すごいのは、うん、やばいかもって思ったんだけど、うん、なんかでも明日早く起きて現場に行かないと真面目やね、それの方がやばいと思ったらしく、仕事があるから、これは多分ネズミが出たんだって思い込んで寝たらしいんですよ、うん、自分に、まあ、なんか当たってみたいな。そうそうそう、まあ、あんまないけどね。で起きたらやば、止まってたんですって、うん、っていう話なんですけど、はい、まずこれはね、うん、そういう話してたよねってこの前話してたら、うん、はっつってはーって顔するわけ、うん、あ、もう一個思い出したっていうわけ、はあ、え、だから書いたそんくらいしかないじゃんって言ってたのに、はあ、もう一個思い出したって言って、うん、小さい時にこんくらいの汚いっていうか、うん、まあなんか安くぬいぐるみ、うん、うさぎの、あのね、こんな小さいね、うん、ぬいぐるみがあって、はい、それでまあ大事し生まれて何3歳ぐらいだったかな、はあ、っていう古い記憶らしいんだけど、うんうん、でなんか大事にしてたらしいんだけど、うん、いつも片付けはちゃんとするんで言われてたんで、うん、そのいつもぬいぐるみをここに置いてここに置いてで、うん、寝たらしいの、うん、だ起きると、うん、ここにあったりする。あ、移動してる、うん、だから弟さんとかいて、はいはい、弟が、あ、いたずらしたなっつってやったでしょって言うと、よ、僕知らないよって、うん、で、じゃあお母さん、うん、よしろね、触ってなさい、言っちゃ誰、うん、ってことがあったんですよ。それが何日も違う場所に置いてあるんだって、うん、ほう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 、一日でな、うん、で、うん、なんか嫌になって それを引っ越す時に置いて捨てたか置いてったらしいんですよ。なるほど、うん、気持ち悪いからね、気持ち悪いから、はい、ここは変なんだけど、うん、
新しい家行ったら、うん、自分の部屋に置いてあったらしい。気持ち悪い。気持ち悪いでしょ。それ階段じゃないですかそれ。でしょ、うんうん、でまだあるの私っていうわけ。はあ、何何っつって、はい、私こう寝相が悪くて、うん、そのお母さんが何かを察知したらしくて、うん、な霊感みたいななんか、うん、こう寝相が二段ベッドに寝てたんだけど、うん、どんな寝相だよっていう寝相なんだけど、うん、落ちそうになったらしいんだよ、うん、二段ベッドから二段ベッドから、はいはい、それを落ちそうになってパッてお母さんが目覚めて、うん、こうキャッチしたと、うん、で無傷だって話の3本立てで言ってきたんだけど、はい、なんでそんな寝相悪いのって話をしたら、うんうん、なんか私例えば寝てったら勝手になんか冷蔵庫にまで行って、うん、これ食べようと思ったんでしょうねってでなんか冷凍してたご飯を食べようと思って下まで行って置いてそのまま寝たらしい。無遊病か。そう無遊病なのかも私っていうわけ。私そこで気づいてしまったんですよ、はい、そのウサギもさらに言ったらその水も、はあ、全部自分がやってたんじゃねえかと。あ確かに確かにな確かになと思ったらね、はあ、違う角度で俺ゾッとしちゃって、はあ、人形だから全部自分で自作自演だったっていう。自分で気づいてないです。自分で気づいてない。でも人形でも引っ越したそこなんですよ。はって後で気が付いて。そうっすよね。新居にあったのはどう説明つくやん。でも前の家まで行って取りに行ったって距離あるな。うん、ちょっとちゃうね。やっぱ変やな、うんうん、だからこれ回答が出たようで出ないような なんか不思議な話をこの前聞かせてもらいました。リアルっすね。いいですね。リアルな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。モヤモヤが残る。モヤモヤやわ。ありがとうございました。ただ一瞬そのやっぱり自分でやってると思ったらすごく怖くなって、うん、で自分で怖がってるんですから。まあねでも僕もね、あの無遊病の人なんかその自分が無遊病になってる時の映像をわざわざその撮ってるっていう人がいて、うん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 、なんか何もない地面でなんか拾ってましたね。こうやってああ拾って抱えてで布団に入ってました、ね、はいはいはい、はい、何も持ってないけど。でも寝ながら兵してたよ。それはしてるよ別に。それはしてるし寝ながら兵して、うん、その振動が伝わって、うん、アコギがパインそれをあのこれはこれほんまなんですよ。ほんまや、ね、あのパインじゃないんですよ。ファンこれはほんまなんですよ、ね、ちょっとちょっと、はい、俺の階段をヘでごまかすの。いやいやいや最後ねそんなにつまんなかった。いやめちゃくちゃいい話です。めちゃくちゃいい話でした。どっちにでも取れるからいけるもんね。ひどこわでもいけるし、ね、ありがとうございました。いやいやいやめちゃくちゃいい話でした。いやいやいや、はい、ということで本日もおからとこれくだ田中寿司とゲタ花尾と桂正和でした。ありがとうございました。